よーし、スタート、スタート、よし、まず、よし、まず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 、オッケー、まず、まず、サラメチって何？サラメチって何？まず、まず、よし、ワンマンズ、ワンマンズできる。よし、はい、あ、いいよ、いいよ、あ、いいのにそのまま置いてくれれば。新人くんが。新人くんね、あのね、やる気がすごいあるんですよ。やる気がすごいから。ありがたいんですけども、レタス、トマトお願いします。レタストマトお願いします。あ、これもう先提供いっちゃいますね。よいしょ、オッケーオッケー、よいしょ、あ、これ提供いっちゃいますね。レタストマト、きた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 、そのレタストマト私が調理する。肉ください。オッケー、ありがとう。トマト、トマト、トマトが、よいしょ、で、レタス、レタスです。よいしょ、よいしょ、提供いける。オッケー、レタスと、あ、レタス、レタス、そう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 、あ、ごめんごめん、あ、これで、そう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 、マッツ疲れちゃった、レタス、レタス、ちょっと待って、バズ、ちょっとね、あまりにも作られすぎると、ちょっと困るんですよ。あの、すでにこっちで出来上がってるっていうことがあるんで。ごめんなさい。これで提供していきます。オッケーオッケー、皿洗ってください、皿洗ってください。はい、皿洗いますよ。バズ、バズ、バズ、あ、違う違う違う、これ。あー、ちょっと待って。どいてどいて、これなんだ、これなんだ、これなんだ、僕たちのこれなんだ。よし、提供、提供、提供。よし、そしたら、レタス、トマト。ごめんなさい、皿洗ってください、皿洗ってください。レタス、トマト、レタス。偏るな、肉焼いとかないと、その間に。あ、ちょっと、ちょっと、はい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 、あー、はい、意外とこういうバンズ見えてない感じか。よしよし、そうだね、肉とパティ、パティ、パティ、ありがとう。とりあえず、この辺で入れとく。ちょっとね、パティやっぱね、作られるのちょっとあるいな。何か、うん、ごめんね、ごめんね。ちょっと肉が、やばい、ちょっとね、パティ作る、肉やばい、ガチやばい、行きます、ガチやばい、よしよし、オッケー。で、ちょっと、で、パティだ、パティ、パティ、パティ、あ、待って、なになに、レタス、やばい、やばいよ、ちょっと待って、あ、パティ、パティって何、パティ、肉、あの、パン、バンズね、オッケー、オッケー、これ、できる、よしよし、で、レタス、あ、これ、肉はさ、基本的に全部、あ、肉は基本的に全部です。やばい、ちょっと待って、サラ、私サラ、トマト、皿洗えてないよ、私皿洗えてないよ、トマト、皿洗えてない、皿ごめんなさい、誰か持ってって、今洗ってるから全力で、よしよし、提供、オッケー、もう一個、あー、ドキ、肉、よし、トマト、トマト、これ、置いて、トマト、こっち、行け、よし、提供しよう、よし、オッケー、あと10秒なんで、もう諦めた、よし、作れ、パティがない、パティ、パティ、声がけっすね、声がけね、譲ったり、うん、よしよし、ゴー、よし、行く、よし、行きます、パティ行きます、あ、やばい、レタス持っちゃった、あ、またレタス持っちゃった、よし、そのまま切ったら、あの、無視してさ、うちが近くにいるときは、はい、そう、私ここにいるやん、いる、そうそう、そういうこと、そうですね、レタス、トマト、レタス、あー、ナイス、そこに置くのナイスだね、あ、ごめんなさい、行きます、レタスください、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、どうぞ、レタスください、バンズとかもここに置いとこうか、あ、ありがとうございます、レタス、ありがとうございます、ちょっと待って、助けてくれ、失礼しました、よしよし、あー、肉がな、肉がそこに、そうなんです、置きっぱなしするのやめてください、さっきの例です、さっきのは例です、オッケーオッケー、よしよし、オッケー、よしよし、ごめんなさい、さらいきまーす、はい、提供、よし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 、はい、次トマトトマトとレタスください、いい、あ、それもちゃうか、あ、ごめんなさい、やばい、火の音、あ、待ってください、ちょっとできるだけ、その、なんていうんですかね、置く場所っていう、肉を置く場所っていうのをちょっとだけ考えていただけると、OK ですね、もうなんか全然足に、よいしょ、肉ナイス、肉ナイス、肉、肉ナイス、オッケー、パティナイス、アバンズナイス、オッケー、サンキュー、で、肉をそこに置いちゃえば、あ、ジムいくっすよ、そのまま提供すか、オッケー、提供お願いします、はい、いきます、よしよし、そのまま提供すね、よし、じゃあ、自分皿持ってきますね、よいしょ、肉焦げる
け、よっしゃよっしゃ、あーバンドで混んだ、よいしょと。で、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 キャベツ、キャベツです。あ、それ置いて、置いて提供です。皿いきます、皿いきます、皿いきます、よーし、皿あってます、皿あってます。はい、どうも、バンズお願いします、バンズお願いします。その間にバンズお願いします。バンズパンがね、パンが足りないぞって。皿めっちゃあんじゃん。皿ちょっと足りてないぞ。オッケーオッケーオッケー。サラ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 。これ、あ、そっか、肉とバンズか、肉とバンズか。そうですね、そうか。肉やかな、肉やかしかない。提供がいけないですね。提供いけないですね。よいしょ、よいしょ。ちょっと待って、肉やかしてください。一回提供します。お願いします。よいしょ。で、これで肉だけ。はい。提供いきます。いけるいけるいける。いけるいけるいける。提供いきますよ。よし、サラバー、サラバー。オッケー、オッケー、これで提供。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。バンズ、バンズ、バンズ、パンパンパン。パンか。これだよ。肉置きます。よし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 。で、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 トマト、トマト、トマト。トマト、トマト、取りに行きます。オッケー、トマト取りに行きます。あ、肉焼いてきます。どうぞ、ありがとうございます。トマト。よいしょ、入っていきます。次、肉とバンズだけなんで、パンを、パンを渡す。それで肉、見とってもらっていいですか。よいしょ、オッケーですよ。サラ洗ってます。オッケー、自分サラ洗ってます。よいしょ、割と。間違えた。サラ入って、サラ入って。オッケー。来ました来ました来ました。新しい皿、先に。よいしょ、オッケー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 。バンズバンズバンズ、パン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 来たパン来たパン来た。オッケー、提供できる。あ、いいねいいね。新人くんすごくいい。肉関係、肉関係。パンくださいパンくださいパンください。パンパンパン、そこにあります。オッケー、パン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 、あとパン。あはそれやめましょう。すいません、それやめましょう。はい、ごめんなさい、提供いきます。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと皿、皿お願いします。すいません。あ、肉が、肉が、あ、肉早い早い。よいしょ。これはもう多分私なのかな。映画館でポップコーンをガッと掴んで口に頬張る姿が、そっかそっか、ダメだよね。これ自分を擁護するわけじゃないですけど、うん、私の場合あの掴み取りがしないんですよ。うん、うん、必ず1個ずつなんですよ。はいはい、1個ずつ食べたいんですよ。1個で早いんですよ。ああ、本当にリアルなペースよね。これなんですけど、それはダメなんです。しかもそのさ、やってて自分のペース食べていい。これね、この時にあ、ごめんってやんないでしょ、もう。そのこれうちらの癖だと思う。うちらがスナック菓子を1個を食べるってなった時にこうやっててこう当たっちゃった時にで、もうここでこうやる、やります。これ やるよね。これはあのリホとかそのポップコーンをシェアするぐらい仲いい人ってこれが通じるなって思うんですよ。それはボケじゃない。これはでも本当にあの男性だったりとか、そんなに仲良くないと思う。そんな仲良くない友達というか、あのリホかリホ以外かみたいな。リホかリホ以外かなんですよ。もうだからそのYouTuberを見てくれている将来の旦那様は、そのここに見せてる姿がノーマルだと思わないでください。本当にこれは言っときたい。友達とかでもないんですよね、感覚的に。どうした？これなんだろうと思って。虫？虫めちゃくちゃ待って、生きてる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 。そう、あーやだ、ごめんなさい。ごめんなさい、やっぱりクリクリペアライドンみたいな。あー、これは変化球きましたね。平泳ぎの息継ぎ、かっこクロールは許せるのだ。そうかさ、あのあまり私泳ぎ方わかんなくて。ああ、はいはいはい。こう平、クロールはまあこうだよな。あ、ですね、基本的に。平泳ぎは、ああ、全部だからその下から出てくる感じがやっぱ水面ですよね、ここ。水面だとしたらこれがなんだ。横だとちょっとまだ横顔だもん。かっこいいもんね。ちょっとシュッと見えるね。これはそうだね、水面からこう。それだわ、正面だから。ああ、なるほど。これは身にかなってるような気がする。確かに確かに、意見としては。はい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 、理解はしました。でも死にますからね、息継ぎしないと。だし息継ぎの顔をイケてるやついないと思う。確かにな。これを言ってるあなたの息継ぎの顔も多分そう、どんなもんじゃいって話だよね。はい、無理です。これはこれは無理。うん、泳げるだけ私は素晴らしいと思います。あ、
うん、そういう意見もありますから。何この人かわいい、うん、死ぬほどかわいい甘え方してる姿、何でも許しそうになるから逆に見たくなかったけど見に来てるし。のろけ女子が多い、付き合って9ヶ月だけど彼氏がないって言ってたとか、今旦那に聞きましたがそんなとこはないって言ってました。幸せかよって。ミツバチプップなぜ急ぐ、これやらしい。でもそんな男性をゲットしている幸せな女性が溢れている。素晴らしい、これ希望じゃないですか。希望っすね。変な声ってあるじゃんこれ。おい、それのなんかもう一ジャンルぐらいですね。わかるわかる。リホが聞いたことない声だし。あれ？やる。あるあるある。あるあるある。ちょっとカラスみたい。あるどこ使ってんのみたいな。この鼻のベロベロの耳にかわいい。あのさ、あのさ、NFK、 あの NFK、 NFK、 あのふぅ、あのふぅ、あのふぅ。ライブのお仕事からもさ、会話2000円オフとかさ、そういうなんかセリフでこうオンリーって声だけ取るときはいろんなパターンお願いしますって言われてます。それが結構あるから、自分のいろんな声を確認する場があるわけです。いつもなんか4パターンぐらいしかなくて、あるほどしかじゃないめっちゃ向上心高いやつ。4パターンぐらいしかないのね、声の種類が。あるほうだよ。一種類でいいのよ。なんか今4年やってきて、うん、なんとなくだらしないと思って見てるでしょ、みんな。手が汚いだろ、確かに確かにって言うけど、うん、やるときはやる、やるときはやる、うん、あ、おいしい波を予防してる、うん、そうなんですよ、入れよう、取ります。はい、お願いします。またほらほらほら、もうちょっとやな、もうちょっとやな、大丈夫やで、あ、縮む、うん、縮む、うん、ね、ちょっと控えになるけど、何ピーピーピーで、私は私何する、結構味見、味見系、うん、なら味見しようか、させてもらえる。あ、ごめんなさい、はい、すいません。じゃあ、おったんまこれだな。おったんま、あ、これ、あ、これ、はい、ね。いいね、これ便利よね。そうやろ、うん。山崎実業か、いいと思った。うん、うん、うん。あとちょっと牛乳入れてもいいか、どうだ。でよありがとう。うん、ごめん、ごめん。よっしゃ、よっしゃ。びっくりした。よっしゃ、あら、ごめん、ごめん。手際悪い、手際悪い、いいとこ見せないからね。ちょっと味見してみて。私コーンスープ飲まれへん。え、衝撃の真実。今じゃコーンスープできました。はい、そしたら湯沸かしたいです。湯沸かしたい、はい、だから、これか、そうやね、そうやね、すいません。ひたひたになるまで水を入れます。ブイヨンキューブ1つ、コンソメ、本来はやれることとしては、やれることはボールは、わ、すごい、どうやって開くの、すごいね、これ、これすごいわ、これすごい、ここ開くの、いや便利やわ。あ、何ここ、カラトリも入れられる、カトラリア
こういうキッチンですわ、うん、いやこれいいね。ほな私ここにします。あ、ここにします。決まりました。決まりました。たらこソースシシリングの作り方です。はい、スビ食品担当たらこソースを使います。はい、まずはたらこソースを入れてください。はい、それはもう麺に合わせてあるのね。ほんだら生クリームを少々、そして麺つゆ少々。はい、あでお好みで大葉とかね、あそういうの入れて。あ、以上以上以上やん。今2人前入れております。で、2人前に対して生クリームが見た、こんぐらい。めんつゆがこんぐらい完成よ。お好みでレモンとかも入れたらまた風味違っていいと思います。パスタはさ、どんなの食べる？1、2人で分けるか。うん、これ2入れた。これ2入れた、うん、2行こうか。うん、まあ、予想としては麺の取り合いになる。うん、そうやね。じゃあ2行こう、うん、で、あれやんね、はい、メインディッシュ。メインディッシュ、そうそうそう、あ、そうや、ミラノ風ドリア。ドリアはちょっと焼き上げとかの時間があるから、そうやね、ちょっと最初から解くべきやったかな。そうやね、そうやね。一緒で作っちゃおうか。うん、一緒で作ろうか。うん、え、米、バター、水、レトルトミートソース、チーズでできんねやって。あ、簡単やんか。うん、じゃあ、さっと作ります。さっとやります。よいしょ。はい、これお願いします。あ、できました。いやよかったよかった。もう間に合ったね。間に合った、うん、で、辛味チキンはやっぱ鶏肉を焼く、焼くので、揚げるのか、うん、で、チリパウダーとか使ってくのかな。あ、わからないけど、うん、サクッとやっちゃおう。サクッと、よっしゃ、できた。できた、盛り付けよう。こんぐらいには適量はいいんで、うん、よいしょよいしょ、上手にできたね。うん、揚げるのも綺麗やろ。見てこれ、ほらサクサクやから。うん、ほなパスタ入れたろ。よし、パスタ入れ方こうこれがパスタの基本的な茹で方。お塩入れた。お塩入れないか。入れてない。ピンクソットが入れたろ。うん、入れたろ、うん、ステーキ漬けに。そうやね、うん、そうそう、ピンクソルトがね、いつもにも回転したんです。あ、シャンプー測った。シャンプー測った。あ、ここにあるわ。あ、最高、すごい便利やね、これ。これ何見たことありますか、皆さん。うわー、効率いいな、なんかパッとできた感じ。パッとできた、うん、パッと、1、2、3、4、5品やね。で、あと、25秒でパスタ上がります。はい、ありがとうございます。と、なんで、あ、ごめんなさい、すみません、すみません、見てね、お参りしちゃって。3、2、1。でこれは湯切りというかはあんまりしない。うん、うん、乾燥するから。そうそうそう、これできた。できた。で、これを取り分けます。はい、取っていこうか。よいしょ、取っていきます。はい、お願いします。よいしょ。それで、いったんラドリアお願いします。で、ドリンクが、はい、こううちのお店はさ、はい、これを水として提供してるから。あ、はい、それ絶対覚えてて。わかりました、すいません。それ誰か教えてなかったの？はい、ごめん、こっちの話。すいません、うん、教えてないんだ。うん、それ絶対だから、うん、いらっしゃいませぐらいの常識だから。落としたら、こうオッケー、無理無理。よいしょ、いきます。はい、いきます。カメラ撮ります。はい、カメラ撮ります。いきます。よいしょ、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 よいしょ。何時かな。よし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 。じゃあ料理写真に撮ります。はい、ごめん、五目柄の写真撮る。はい、すごいね。忙しい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 、すごい。これ全体的でいいんですか。そうだね、全体的で大丈夫。はい、一応一つ一つも撮っておきます。あ、優しい、それはすごいね、危険聞くね。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。ほなやったら、せーのでいただきます。では皆さん
様、東京ジェイプリンス登山ツアーにお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこれから早速ですね、登山ツアーを開始いたしますが、見てください、空をだいぶですね、雲行きが怪しくなってきましたので、ちょっと急ぎながら安全にですね、楽しく登山ツアーを進めていきましょう。はい、それでは行きましょう。では私についていってください。足元に気をつけて、どうぞ。ちょっと険しいですけど、険しい登山、それではちょっとここでですね、一度天候を取っていきたいと思います。はい、ではお兄さんからですね、はい、天候1、2、3でよろしくお願いいたします。はい、それでは天候どうぞ。1、2、3。はい、3人で言いましたね、よかったです。さあ、それでは続いてどうやら雨が降ってきてしまったようです。激しくも降ってきました、大変だ。ところに結構自分ポジティブだからいるって、もう確かにいいです、ね。まあ、普通に考えたらこんな山奥に人はいるはずないよねって思っちゃう、現実的な感じは、うん、でもだからいいですね。今やるべきことを、はい、を考えたいなと。あ、どうするかっていうのはちょっと、ね、論理的な感じで、ね、私は結構精神面で支えたいなって思うタイプだから、その恋人だけじゃなくて友達とかも精神的に支えていきたいって思うタイプだから、はい、そこは白目抜いてる、ね、白目ね方です。はい、どんな方とお付き合いしてきたとか聞いてもいいですか？いいんですか、そういうの。過去の恋愛とかも、はい、知りたい。海外の方とかとお付き合いしたとか。そうなんですよ。いろんな仕事してらっしゃるんですね。そうですね、貿易関係のお仕事で出会った、はい、方ですかね。結構どっちかというと勇敢な方だったかもしれないですね。勇敢な人、その方は。そうですね、物を結構言う方というか、はっきり物を言う方、はっきり物を人が好き。あ、でもそうかもしれない。あ、そうなんだ。本音で、ね、来てもらった方がね、分かりやすい。確かに、はい、本音で来てもらった方が分かりやすい。はい、はい、ね、びっくりした、さっきのお兄さんいなくなっちゃったね。あれ、すごい風が寒い、すごい風吹いて、机の上にマッチないですか？机の上、ないです。机を探してね。危な。え？おお。え？うわ。うわ、はい、戻る。うわ、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 出口こちらです。はい、お気をつけて。はい、ありがとうございました。はい、Excuse me. My name is Biho. Yes. Signature here? 何これ？どでかいコーラが来ると思ってました。はい、世界はこんなものか。じゃあ一緒に撮ってもらえる？あー、じゃあ素敵だね、食べに行きましょう。始まりました。
レアリア。じゃあということで私が。みどみどこの旅でみんなとなんか心から通じ合える、旅にしたいと思います。はい、アモーレー、アモーレー、やばい。ちゃんと言えやす、アモーレって言ってない、アモーレ、あー言わないからもうじゃあテンション上がるから、あ、ちょっと私なんだろう、ダーク、やばい。はい、じゃあ、ここで会えたのも何かのご縁だと思います。素敵な恋愛ができますように、アモーレー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 、わー、わー、美味しそう。先行かないで。スピード速い食レポでしょ。うまいが早かった。もうね、歯で分かんない。なんで？感情が怒られた。到着いたしました。到着いたしました、はい、この度ですね、はい、私たち8月1日公開インサイドヘッド2の日本語吹き替え版にて一言声優をね、はいはい、やらせていただくことになりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。すいません、本当です、すいません。というのもありまして、ピクサースタジオの方にご招待いただいております。奇跡みたいなね、はい、お話をいただいて、もちろん声も収録済みということで、はいはい、収録風景、はい、こちらです。はい、じゃあ始めますので、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。ちょっと画面見て、ね、どんな感じかご確認ください。はい、はい、結構あっさりめですよね、いつも通り、うん、いつも通りじゃない、うん、ぐらいの、いつも通りじゃない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 、ほんとこんなのも耐えられない。こんなのの後に点があるでしょ、切ってあるでしょ、セリフを、はい、ぐーっと溜めて、こんなのもう耐えられないグッドニコさんは大体合ってるんだけど、はい、いつも通りじゃないってちょっとね短いから、じゃあ2人もう一回やってみましょう。はい、いつも通りじゃない、ほんとこんなのもう耐えられない、いつも通りじゃない、ほんと脇絶対臭い、え、絶対臭い変な汗がね、はい、戻ってきました、はい、ということでですね、なんて言うでしょう、なんて言うですかね、これねなんて言うでしょうね、これねということもあって、うん、今回はピクサースタジオのスタジオツアーということで、はい、すごい、これ本当にね、うん、大光栄なことみたいで、本当そうですね、なかなか呼んでいただける人がいないというか、ジャパン代表らしいです。え、はい、そのもう私たち以外のジャパニーズさん、ナッセンってことですか、アジアの中でジャパン代表が私たち、何してんのもう何してんのまあ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 、胸を張ってこ、胸を張っていきましょう、うん、そうそうそう、恥ずかしいとか、なんかそういう気持ちが入ってきた時点で失礼になっちゃうから、うん、そう、確かにね、確かにね、うん、これを失礼でやってんのかって思わせたらいけないから、うん、思わせたらいけない、こっちが自信満々にやればそう、もうそういうものになりますから、ね、そうです、そうです、人間を見せていく、こっちもそうそうそう、ツアーさせるということで、はい、本日はそのインサイドヘッド2の裏側といいますか、こういう工程があるよだったりとか、うん、キャラクターを一緒に絵描いてみようよとか、体験をしたりとか、講義みたいなのがあったりとか、そういうものにね参加させていただけるということで、はい、やっていきますか、やっていきますかよし、行こうよ今日はね、
の目いっぱい楽しんでいきましょう、はい、いきましょう、うん、貴重な機会をいただけて本当にありがとうございます。ありがとうございます。では行きましょうか。それでは行ってみよう。